オガールのみゆです。チャオガールのみずきです。みゆみずです。イエーイ。今回は5月26日頃発売のチャオコミックスを紹介していきます。最後にチャオ公式漫画サイトチャオコミの最新情報もお知らせするので、今回も見逃せない情報がたっぷりだよ。みんなぜひ最後まで見てね。一冊目は可愛すぎるプニプニ赤ちゃん愛ちゃんから目が離せない、川田志乃先生のハローマイベイビー11巻です。未来から来た赤ちゃん愛ちゃんは今日も元気にすくすく成長中。7月に保育園で七夕をすることになったけど、果たして愛ちゃんの願い事とは。チャオ本誌で大人気連載中のハロマイ、ついにコミックスが11巻目に突入です。そしてチャオチャンネルでは第1話のボイスコミックも公開中です。2冊目は水をかぶると犬になっちゃうヒロインが爆誕、あずきゆり先生の初恋ワンチャンスです。ヒロインすずちゃんは水をかぶると犬になっちゃう女の子、初恋の相手歩夢くんとキスをしないとこの呪いは解けないみたい。果たしてすずちゃんは呪いを解くことができるのか。あずき先生は超7月号から新連載ビードル革命もスタートするので、合わせて要チェックだよ。3冊目はチャオデラックスで大人気連載中、切なすぎる禁断の恋が早くも2巻目に突入、中原杏先生のこの恋が罪だとしても2巻です。ヒロインのちせちゃんとちはやくんは別々に育てられた双子の兄弟、8歳の時に再会した2人は気づいたらお互いを思い合い禁断の恋に発展、ついに2人の過去も明らかに。まだまだお話に追いつけちゃうので1巻と2巻合わせてゲットしてもらえると嬉しいです。4冊目は幼馴染が自分の推しと同じグループでアイドルデビュー、相葉先生の僕の星は君だからです。ヒロインりくちゃんは幼馴染のかっちゃんをアイドルオーディションに参加させることに。チャオデラックスで話題になった人気作をついにコミックスでも読めちゃいます。ぜひこの機会にゲットしてね。5冊目は異世界に転生したら推しが王様になっていて、辻永羊先生の愛するあなたは推しで王様異世界恋愛記1巻です。勉強が取り柄のヒロイン小雪ちゃんは推しアイドルの東堂くんを心の支えに毎日ガリガリ勉強中。そしたらある日異世界に飛ばされちゃって、しかもその世界には東堂くんにそっくりな王様がいて、チャオ公式漫画サイトチャオコミで大人気の作品、こちらも待望のコミックス化です。コミックスを買うか悩み中という子はチャオコミで1、2話の試し読みができちゃうので、ぜひチェックしてみてください。最後はチャオ公式漫画サイトチャオコミのお知らせです。なんとチャオコミで大人気の矢上千歳先生の少女漫画のヒーローになりたいのにヒロイン扱いされるおで、小森千尋先生の神様と偽装カップル始めましたの2作品が月に2回の更新に増えました。やったー。チャオコミでは人気作や新作が無料でたくさん読めちゃうので、まだアクセスしたことない子はこの機会にぜひチェックしてね。5月26日頃発売のチャオコミックスとチャオ公式漫画サイトチャオコミの最新情報をお届けしました。みんな最後まで見てくれてありがとうございました。それではせーの、バイチャオ。